はじめましての方もご常連の皆様も、 IT ジャーナリストの宮脇敦史です。よろしくお願いします。8月21日のテレビ朝日羽鳥慎一のモーニングショーでもパネルコーナーで特集を組むなど盛り上がってるのかなというネットを甲子園、選手やご家族 OB も含めた関係者の皆さん、そして何より高校野球ファンの皆さん、どうぞお楽しみくださいなという立場です。ただ日本社会に参加する大人の一人として、この甲子園をめぐってはあまりにもご都合主義がまかり通っていませんかということで、少しだけ指摘しておこうかなと思います。今回の大会甲子園を象徴するのかなと思うのが中日スポーツのこちらの記事です。丸刈りは悪なのか、脱丸刈り勢8強ベスト8ですね、に3校で大論争、自由でええやろ、素直に慶応すげえでいい話、高校球児の髪型についてのお話です。さて、この記事に触れる前に暴論と思うかもしれませんが、正論を吐いておこうと思います。その暴論のような正論とは、高校球児にサングラスをさせろというものです。あ、ちなみにこれ私のアイデアではありません。今ブタベストで行われている TBS が絶賛生中継、生配信、独占配信をしているという世界陸上、これでメダルが期待されていながらも若干ね、力が届かなかった競歩でのこと。解説に招かれていたのは青山学院大学の駅伝部の監督原進さんでした。サングラスをかけるというのはこの原進監督のアドバイスです。目が受け止める紫外線が目の日焼けにつながるだけではなく、それがストレスとなって疲労になっていくというのは大丈夫でおなじみのアリナミンのサイトが伝えるところです。原進監督のアドバイスとは、この疲労を軽減するためにサングラスが必要だということで、アイケア、まあ、目のフォローをすることを学生時代から習慣づけましょうねというものです。甲子園に、高校野球に目を向けてみます。試合展開によっては2時間に及ぶとなりますと、これフルのマラソンと同じぐらい炎天下の元にいるということになるんです。それぐらいの紫外線を目が受けているということです。よって髪型の前にサングラスをした方がいいんじゃないですかという暴論のような正論なんです。そしてこれだけ盛り上がっているっぽい甲子園において、この手の話が出てこないこと、それがご都合主義に思えてならないということです。とは言ってもサングラスが禁止されているわけではないんです。目の病気があるなどしているとサングラスはかけられることになっています。ただこれ事前に届け出を出さなければいけないので、まあ、結構めんどくさいようです。そして病だなんだでなくっても目の保護が訴えられている時代なんです。よってその健康、若者の健康ということに目を向けた時にサングラスというのは一つの有力な選択肢なのに、これを積極的に取り上げない高校球児が、まあ、甲子園でサングラス姿が流行ると、なんだか都合が悪いことがあるんじゃないか、そんな疑惑、あ、素朴な疑問を抱いてしまうということです。そして実はこの高校球児のサングラスという話は、今から5年前の西暦でいう2018年3月26日に公開された朝日新聞デジタルでネット上での結構な論争になっていたんです。しかしその後その論争が止まっちゃっているかのように思えてならないんです。それでは髪型について中日スポーツを紹介すると、すでに丸刈りというのは全体の 26% ぐらいしかやっていないそうなんです。中日スポーツが紹介したネットの声の中には、髪型で強さが決まるんであればみんなそうしているというものがありました。また一方で髪型はどうでもよいというネットの声も紹介しております。8月18日の TBS 昼帯では、高校球児時代にあの松坂大輔とバッテリーを組んだタレントの上地雄介さんが髪型についてどうでもよいと断言しておりました。いわくそうしなさいって決めてくれた方が楽だとのことです。結論はそこに集約されるような気がするんですが、私が気になったのは報道です。この数年のように定期便のようにマスゴミ、あ、間違えたかな、マスコミを賑わせている話題があります。2ブロック禁止という拘束です。これをブラック拘束だとして大騒ぎしています。さらにブラック拘束だと騒ぐ活動家も確認しているんですが、甲子園における丸刈りについてはなんだかやたら静かです。またこれも暴論のような、まあ、正論というか一つの意見を紹介しておきますと、
髪型が自由であるならば、髪の毛をこう編み込んで仕上げるコーンローという髪型の高校球児がいたっておかしくないんじゃないでしょうか。なぜなら今時の高校球児ならば、大谷さんに代表されるメジャーリーグベースボールを見ていて、そこにはコーンローンだとかドレッドだとかのスタープレイヤーが数多くおります。そうなってくると今時の若者です、ピアスだとかタトゥーだとかペッパーミルのパフォーマンスが叱られたケースなんかもありましたが、アスリートファーストではなく高校生らしさなるものを主催者を含めた大人が大人の都合によって押し付けていませんかという話です。それを象徴するかの発言を見つけたのが TBS のサンデーモーニングです。毎週日曜の朝からネットを騒がせております TBS の最低モーニング間違えました、サンデーモーニング。直近放送の8月20日の放送では、猛暑が底辺だ底辺だ底辺だと大騒ぎしておりました。コメントを求められました元アエラ編集長の浜田恵子さん、リモートワークなどを活用して7月8月は出社しないというのも健康によく電気消費量も下がるんじゃないかなんてね、抜け抜けと、いやいや面白いお話をされておりました。白がこう言ってます、お前らがやれ。浜田恵子さんのリモートワーク発言の前提には、新型コロコロこの番組でいうニュータイプによるリモートワークの普及があります。 TBS のサンデーモーニングには新型コロコロ底辺だと大騒ぎしていた時にコメンテーターの皆さんがリモートで出演していたという実績があります。当時レギュラーだったカースでおなじみのスポーツコーナーの張本さん、彼は自宅から番組出演していたと記憶しております。ならば浜田恵子さんらご自身が7月8月はリモート出演しますとやってみせればいいんです。なおリモートワークによる節電効果にはすでに疑問符がついております。これ明かりの照明を例にとれば簡単な話です。一つの照明の下に1人いても10人いても同じ電気使用量です。これがリモートワークになったら、10人それぞれがご家庭で仕事するにあたって10個の照明が必要になります。電気消費量は単純計算で10倍となってしまいます。また GAFA などからリモートワークによって生産性が下がったということが報告されています。その点テレビ番組ならば台本とテレビ局の方針に忖度すればよいので、むしろ録画でも出演は可能なんです。実際にサンデーモーニングにコメントを寄せる専門家の大半が録画での VTR での出演です。よって電気使用量とコンテンツで考えるんであれば、テレビコメンテーターという職業なんかはチャット GPT などの AI、 間違えました、リモートのご出演で十分に可能だということです。一方猛暑からの健康面で7月8月をリモートワークにしましょうねというアイデアならば、その時の喫緊の社会問題としてなぜ甲子園を取り上げないのかという疑問にぶち当たるんです。しかし浜田恵子さんの古巣朝日新聞は8月7日の社説でこう呼びかけているんです。社説、記録的猛暑、今と未来の命を守れ。この社説は気候変動から再エネの促進を伝えたいようなんですが、将来の自分や子孫のために再生可能エネルギーの利用を広げろと上から目線だお説教をしておりました。白がこう言ってます、甲子園やめろ。将来の子孫を生み出すのは今の若者です。ならばそのまず若者を守るために、記録的猛暑とやらの炎天下での野球、昼日中に試合をする甲子園を、その運営をまず見直すべきじゃないんですかという話なんです。なお浜田恵子さんが面白いお話をされておりましたサンデーモーニングの番組の屋台骨を支えるのはカーツでおなじみのスポーツコーナーです。 TBS の手違いでサンデーモーニングにうっかり CM が出されてしまった家電量販店の野島さん、株主さんから吊るし上げを食らいました。この時家電量販店の野島さんの担当者は、視聴率の良いスポーツコーナーに一度だけ出しましたと必死に釈明しておりました。浜田恵子さんが7月8月は出社させるなというような話をしたその日のサンデーモーニングで、甲子園、炎天下で行われる甲子園について結構な時間を割いて報道しておりました。そして朝日新聞といいますと、8月11日に検証違反ご迷惑おかけしましたと題した謝罪記事を出しておりました。
その書き出しを紹介します。10日付スポーツ面、お笑い芸人とにかく明るい安村さんの甲子園観戦記で芸能人と高校野球部員を一緒に応援させ、その写真を掲載したことは野球部員を商業的に利用しないと定めた日本学生野球憲章に違反しておりました。確認が不足しておりました。これが全てじゃないんでしょうか。つまり高校球児を甲子園をこちらお金儲けのために使いたがる大人が実に多いんじゃないかということです。そしてそのために押し付けられているのが高校球児らしさじゃないかということです。しかも昭和の高校球児らしさじゃないかという疑惑を私は抱いております。甲子園を金儲けの道具にしているのは朝日新聞だけではありません。全てのゴミ、マスコミです。先ほど高校時代に松坂大輔さんとバッテリーを組んでいた上地雄介さんの発言を紹介した8月18日の TBS の昼帯では、やはり元高校球児と紹介される井上貴博アナウンサー、彼まで借り出して甲子園ネタを垂れ流しておりました。そこでやはり炎天下の甲子園という話題がちょっとだけ飛び出しましたが、確か井上貴博アナウンサーだったと思うんですが、甲子園へのこだわりをちらつかせておりました。聖地甲子園です。しかしこれについては高校サッカーという先例があります。東京五輪のためと建て替えられた国立競技場、その建て替えの間、その期間の聖地、高校サッカーの聖地は埼玉スタジアム2002になっていました。だからこの期間という設定で週刊少年サンデーに連載されていたサッカー漫画 B ブルーでは、主人公が目指した頂は埼玉スタジアムでした。建て替え後、聖地は再び国立競技場に戻りましたが、サッカーキッズにとって大切なのは場所もあるんでしょうが、やっぱり彼らはサッカーがやりたいんです。これベースボールキッズも野球小僧も同じじゃないでしょうか。ドーム球場ならば少なくとも炎天下から逃れることができます。甲子園の近くならば京セラドームがあります。または夏場は比較的涼しい北海道、新しくできたエスコンフィールドでやればいいんです。北海道への移動となりますとお高いんでしょうなんてね、話が出てくるかもしれませんが、費用については出場校の移動も宿泊費も含めて、主催者であり甲子園でお金を稼ぐ朝日新聞や、これについては高野連も費用負担すれば何の問題もなくなります。それこそがアスリートファーストではないかという話です。しかし今大人の事情で高校球児らしさ、しかも昭和の高校球児らしさが押し付けられていないでしょうか。この疑惑を確認しておきます。高校球児というのは最大でも18年ぐらいしか生きておりません。甲子園の思い出といってもせいぜい10年あるかないかです。10年となりますと高校球児にとっての人生の半分ですから、かなりの割合ではあります。ただ今50歳の人生半世紀を過ぎた、そんな大人がやはり同じく10歳前後から時に甲子園を目指し、その後も甲子園を応援し続ける、高校野球を応援し続けているんであれば40年の歳月となります。50年の人生のうちの40年ならば 80% です。人生の 80% を甲子園と共に過ごした、こうした大人意外と少なくないんじゃないでしょうか。これを否定するつもりはありません。ただその凝り固まった甲子園のイメージを今の高校球児、令和の高校球児に当てはめてはいないかということです。そうなってくるとまさに誰得、誰のための甲子園なのかという話になってくるんです。今野球離れが進んでいると先ほどの TBS 昼帯の中で上地雄介さんが嘆いておりました。キャッチボール禁止の公演も多くなりましたし、何より野球はお道具がなかなかにかかるんです。こちら。その点ボール一つで始められるサッカー。だからサッカー人口が広がる一方で野球人口が減り続けている。これアメリカでも確認されている現象です。ならば甲子園を国体のような都道府県の持ち回り、やというかドーム球場のある地域での持ち回りにすれば、地域ごとの裾野が広がることが期待できます。こうしたアスリートファーストの象徴としてのサングラスということです。それでは結論にたどり着きますと、こうしたアスリートファーストの本質的なところを議論しないマスコミの皆さんとなりますと、まず甲子園を高校球児を金儲けの道具に使っているとしか思えない朝日新聞から、その主催者の朝日新聞からまずは軽減税率を、
消えた消えたやったとしてみることがアスリートファーストというよりも若者の未来や健康を守ることにつながるんじゃないかな、そんなことを考えてしまう今日この頃でございます。我々はスポーツも含めてネットで情報共有してみんなで頑張っていきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございます。今回の番組を面白いなと思ったらいいねをクリックしていただけると嬉しいです。それでは番組最後の運試し、リアちゃんじゃんけんじゃんけんグー、私がグーなのでパーを出したあなた、はい、お祝いのハイタッチおめでとうございます。私と同じグーを出したあなた、違いますね、一緒にグータッチ、そしてチョキを出したあなた、チョキタッチはありませんがいつも心を V さん、それでは本当のバイバイ。バイバーイ。